大谷がもしサッカー選手だったらどこのクラブに所属できてた？確実に世界最優秀選手になれるから選び放題やろな。スウェーデンカナダはフィオレンティーナあたりで孤軍奮闘してる感じやろ。坂豚しか知らないマイナークラブあげないでくれる。清水エスパルスってエンジェルスっぽいな。フィジカルだけならなんぼでもおるん余分ですかい。ジェイキカンだろうな。マンシーでハーランドの代わりに無双してたやろ。大谷がサッカーやってたらハーランドはシティにいなかったよ。日本を舐めてる南米やヨーロッパに日本は本気出してないだけだぞって教えてやりたいな。日本には野球選手という最強集団がおんねん。三笘が野球選手やったらメジャーで三冠王やろ。三笘のセカンド感リバプールでファンダイクと最強 CB 張ってそう。 PSG でキーパーしてそう。野球ごときで外野とかいう下手くそのポジションしかできない時点でゴミ。